火曜日の特集は注目のカルチャージャパンオタクビジネス情報、ダニーチューさんがお届けします。日本のポップカルチャー発信サイトカルチャージャパンのイギリス人プロデューサーダニーチュー。オタク界の世界的カリスマとしてイベント公演に飛び回っている彼がチェックタイムで最新の秋葉系アイテム、ビジネス情報を分かりやすくレポート。さあビジネスチャンスあふれるディープなオタクワールドに勇気を出して飛び込もう。カルチャージャパン。 Good morning Tokyo MX viewers。 Tokyo MX をご覧の皆さん、スタジオのハコさん、おはようございます。チェックタイム火曜日カルチャージャパンコーナー、今週のランキングは Figma。 Alright, let's check out the ranking right over there。 あのヒーロー、ヒロインたちが手のひらで自由に動く新世代アクションフィギュアシリーズ、 Figma ランキング。第5位、とある魔術のインデックス2、インデックス。完全記憶能力を持つ年齢不詳のシスター、インデックス。シスターらしい祈り手はもちろん、およそシスターらしくないナイフ持ち手やフォーク持ち手も付属。可愛がっている飼い猫、スフィンクスもついている。第4位、ベルセルクからガッツ、黒い剣士バージョン。運命に抗う孤高の強戦士、主人公ガッツ。身の丈を超える体験、ドラゴン殺しはもちろん、鋼鉄製の義手に仕込んだ大砲を再現できる交換用手首を付属。第3位、化け物語、戦国なでこ。極度の恥ずかしがりや戦国なでこ。トレードマークの帽子と肩に羽織っている上着は着脱可能。さらに躍動的な動きを表現できる交換用の上着、手を前で組むなでこらしいポーズが表現可能な交換用腕パーツやお守りも付属。第2位、イラストレーター福士初画集 BLK 限定版、フィグマブラックロックシュータービーストを同梱。福士初の画集がフィグマを同梱して登場。ブラックロックシューターの生みの親、気鋭のイラストレーター福士初画集の発売を記念し、新たに書き下ろされたキャラクターブラックロックシュータービーストをフィグマ化。そして第1位、魔法少女マドカマギカ、トモエマミ。先輩魔法少女トモエマミが登場。スムーズかつきちっと決まるフィグマオリジナル関節パーツで劇中のあらゆるシーンを再現。表情は通常顔とウィンク顔のほか、感情をあらわにした絶望顔も。使用する武器のバスケット銃6本と第3話に登場するお菓子の魔女も付属しています。以上、フィグマランキングでした。どうですか皆さん、好きなフィギュアありましたか？とここで、フィグマやネンドロイドを世に送り出したフィギュアメーカーのトップランナー、グッドスマイルカンパニー代表取締役秋田香里さんにお話をお伺いしました。スケールフィギュアって僕たちは呼んでるんですけど、精密な彫刻を精密な製造ラインを使って、彫刻家が表現したいままにお届けするっていう、どちらかというとアートに近いような商品ラインですね。それから、そうですね、次にちょっとハードルは低さがあるんですけど、フィグマっていうアクションフィギュアの商品ラインです。比較的値段が安くて3000円前後、彫刻はこの大きなスケールの彫刻をそのまま縮小したような精密彫刻です。その代わり全身が動くんですね。全身が動いて、かつ、なんていうんですかね、こちら側には塗装もグラデーションを多用して、細かな塗装をしていくんですが、こちらは自分で動きをつけて表情をつけられるものですから、こちら側にはグラデーションをあまり使わないようにしています。比較的塗装をシンプルにして、その代わり、彫刻は深くしてるんですね。グラデーションをつけなくても影が見えるような、そんな彫刻の技術の差があって、で製造的な技術のところでは色の数を少なくしても、こちらのスケールフィギュアに見栄えが劣らないと。そこを補完するためにも全身スムーズな稼働ができるというふうな形になっています。僕たちが扱っている作品のほとんどが漫画アニメゲームっていう、それが平面の中にまず存在して、そこに感情移入をお客さんがなさっていく、感情を熱したそのキャラクターに僕たちがどれほど合わせられるか、もしくは、例えば物言わぬキャラクターっていうものがいる場合もあるんです。そういうものは僕らがその彼女たちにどんな演技をさせるのか、でどんなシーンを切り取ると、この例えばこの女の子の、心の中に
潜んでるものを、伝えられるのかみたいなのを、平面と立体の間をこううろうろさせるというか行ったり来たりさせながら表現をしていくんですね。でそれがスッと伝わった時には非常に僕たちとしても喜びが大きいですし、これは伝わりにくいなっていう作品ももちろんあるんです。そういう時にはこうマーケティングを駆使してこれはこういう表現をなされてるんですよ、この表現をするにはこういうバックボーンがあるんですよみたいなのを、ホビーの深みとして伝えていくことが僕たちの使命でもあるんで、それは楽しんでやらせてもらってます。数週間前はネンドロイドの話してましたけど、今日は、フィグマで、フィグマの特徴は関節でいろんなポージングができて、それなのに、とても、造形が、とても、綺麗です。でそのいろんな関節で、そのアニメの、ワンシーンが、再現できていて、とても、楽しい遊び方ができるフィギュアシリーズです。まあ、ほとんどアニメキャラクターなんですけど、このフィグマシリーズで、いろんな、ハリウッドの、フィグマだったりとかで、例えばこれのような、マイケル・ジャクソンの、フィグマも、出てます。で日本ではいろんな、フィギュアメーカーが、ありまして、で年間にもたくさんの、フィギュアを、出していて、市場がもうどんどん、拡大して、いきます。で国内だけではなくてもう海外でも、すごく、人気、に、なってます。でヨーロッパの、街の中でヴィーナスのようなスタチューが、ありますよね。でフィギュアはそのスタチューと、同じように技術と、パッションが、込められているようなビューティーですね。本当に、その芸術品です。なので、ね皆さんも、フィギュアを、見つめ直して本当の美を、感じ取ってください。はい、フィギュアにもいろいろな種類があるんですね。ただマイケル・ジャクソンのものが VTR 中ありましたけれど、ああいったものだったら自然に女の子の家にも置けるのかなと思いました。ダニーさんありがとうございました。以上カルチャージャパンのコーナーでした。